衝撃吸収シートと言います。吸収するっていうことは効かないんじゃないのか。確かに。なるほど。かぶちゃったよね。破壊できたら、うん、すごいよ。ウィーバー、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、はい、どうも現代忍者タグです。ニンニンピョンピョン。そして今日は先生が板付きで珍しくいる。なぜ板付きでいるか、はい、今日は酔っていないからです。稲川先生だからですね、今日は。そうですね、はい、今日はうろうろしませんから。ちょっとここにビシッとこう。で、前回雨宮先生とコラボした時追えなかったですから。そうですね、普通はうろ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 先生にいろいろこれ見てくださいとかなっちゃってたんで、もう本当に自由でした、はいはい、前回ですね、はいはい、ストローがやばかったですね。あれやばいですね、うん、かぼちゃが見るも無残になっちゃいました。よーくすっと、あの力なくすっと進みますよね。力むとやっぱダメですよね、折れちゃうんですけど、スッといくと、よく、あの2023年にアマゾンで買えるこの武器使えるのか使えないのかっていうのを稲川先生に検証してもらってたじゃないですか。やりましたね。2024年はですね、違った視点でですね、はい、このようなものを見つけました。何ですかね、それは。はい、これはですね、超衝撃吸収シートと言います。この蜂の巣っていうのもやっぱり蜂の巣がなぜあの強度があるのかと、はい、風吹いても大丈夫かっていう、なんですかね、もう科学で研究するよりも自然のものを取り入れようと、科学で分析するよりもいいっていう、だからそこを取り入れたグッズなんですかね、はい、そうなんです。で、超衝撃吸収シートじゃないですか、うん、はいはい、っていうことは柔らかいな。身体操作であるウェーブを使って浸透系のパンチございますよね、はい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 、衝撃を吸収するっていうことは、そうです、効かないんじゃないのか。あ、確かに。なるほど。これさえあれば達人のどんな突きをもらっても私大丈夫なんじゃないの。なるほど。そう思ったわけです。横にも分散しますね、はい、すごいですね先生。この衝撃が来たらこっちにもこっちにも、この六角形どこででも衝撃が吸収できるというものなんですね、はい、じゃあこれ卵落とせば安心。全然安心なんですよ。一回ちょっと卵を落とさせてみて、はい、させてよ。はい、卵をいいですか。タクチャンネル。膝さ、アクションでね、膝をこうつくときもさ、強くついてもちゃんと分散します。あ、やっぱバッ、空気が入ってるんで、はいはい、すごい分散するんですね。あ、分散した。本当だ。キュッて落としますよ、はい、痛くはない。痛くない。お、あ、分散するわ。ほら、本当だ。あ、本当だ。これよかったら、これ俺最後本当に今日実験で、実験、はい、これいいですよっつったら、ね、ちょっと自衛官これいいよって、アマゾン売ってる、アマゾン、ね、アマゾンで買いました。この超衝撃吸収シートが使えるのならば、うん、システマ的効果もあるし、達人のパンチをいくら受けても全然問題ないと。ただね、本当にね、ある側面としては、やはり稲川先生、今まで、我々のこの常識を超えてきました。この衝撃吸収シートすらも超えてほしいなっていう思いもあります。打った時に分散して全体的が痛いっつったら俺の負けなんで、はい、逆にもう今回人体じゃなくて、はい、何かこう本当1点でいくかどうかを実験したいですね。バッて分散したら、はいはいはい、痛くないよって言われちゃうと思うんで、そうですね、それじゃあ確かに試してみたいですね。痛くないかもしれないですね。バッてなんかバッて分散しますよね。一旦ちょっとこれで一旦殴らせてよ、これで、これで痛いかどうか。ああ、いいですね。いや痛いだろう、どうでしょう、絶対痛くない。俺打ってる人間が言うことだけど絶対痛くないわ。それはじゃあちょっと本当に痛くない。本当に怖っ、絶対痛くない。これは本当に痛くない。痛くないでしょ。おほら吸収されちゃってんだよ。ほんまや。ほら、おいける、痛くない、痛くしちゃってるもん。おいけるでしょ。そうですね。ちょっと待って。あ、でも、いつの間にか吸収するよね。ねえ、痛くなかった。そうでしょ。うん、引っかかると怖いな。それでびっくりしたよ。びっくりした、うん、特に二重になるともっと痛くないじゃん。いや、だからこれね、なんで黒いのは、これね、どうしよう、座布団みたいな。座布団なんです。座布団、はい、腰痛とかある人のために。あ、そう、はぁ、運転したりとか、はい、はい、この中にこれが入ってる。へぇ、ちょっと初めてカバーって感じなんですね。はい、初めて。二重だ、すげえ。
初めて俺アマゾンに負けるかもしれない。そこそこ強めでいくよ。吸収してるわ、ね、すごいね。なんかされてる感じする。大丈夫、ウェーブ破れたよ。まあまだ本域じゃないからね。じゃあ一ついいですか、うん、この中に、うん、卵を、はい、サンドイッチと挟んで、はい、中の卵、うん、割れます。いや、やったことないけど、こんだけ逃がしてたらね。この中にさ、か確かにさ、今俺手入れてて、うん、そこでグーで殴ってるでしょ。グーで殴ってみて。グーで殴ってみて、はい、あー、これすら逃げてるわ、はい、手のひら全然痛くないもん、はい、うん、逃げてこう、シリコンっていうかこう、全部逃がしてますよね。逃がしてますね。こう、はい、なんですか、こう、うん、ハニカムなんで、こうこうなったり、うん、こうなったり、このナックル、こう、うまくこう、うん、これは、なんか、うん、さぞ考えてるかもしれない、うん、先生、逃げてる。ウェーブパンチ通じないじゃないですか、ここに卵入れて。うん、だダメかもしれないし、まあ、ダメだったらまた頑張るけど、じゃあ試してみたい。試してみたい。じゃあ、カッタモンと卵をやっていただいて。すごいね、これよくに、はい、ほら、だから伸びがね、8ってすごいんだよね。この幾何学的模様ね、裏もでしょ、はい、裏も出て、はい、で、あとほら、はい、空気で抑え込んだりも、はい、ほら、音が、いや、絶対無理でしょ。パクちゃんの卵割れなかったら稲川先生にやっていただくということで。そうだね、はい、ちょっとまずちょっと一回殴ってよ。あ、本当に逃げるんだ、本当に逃げるんだね、これ。すごい面白い。じゃあちょっとやってみましょう。じゃあ先生、やろう。やって実験。やりましょう。ぜひやってみましょう。よろしくお願いします。実験やってみましょう。じゃあ卵を実験やります。はい。タクチャンネル。はい、ということで先生、入れますか。はい、準備できました。ここに。このちょうど M サイズぐらいの卵ですね。これ。じゃあ行ってみましょう。いますよ。じゃあウェーブが衝撃を吸収するシートで、はい、貫通させることができるのか、うん、検証してみたいと思います、はい、よろしくお願いします。うわっ、うわっ、あれ普通系のちょっと待ってください。いいと思う、簡単に。太田さん、はい、こんなものになりました。え、でもさっき全然衝撃、そうだったね。いや、ズドンってきて、ここまで最後来てましたから、ここまで貫通してますから、うん、こんなものになるんですよね、先生。いや、やっぱ逆な意味でたくさんの集中力を入れてるんで、普通こうパーッペチャーって普通はなるじゃないですか、はい、逆に衝撃吸収して壊れた、うん、真ん中で。あれでも先生、さっき僕この超衝撃吸収シートを持ってタクタのパンチ受けたんですけど、効かなかったんですよ。やっぱ面積だと思います。あ、このやっぱりちっちゃいものに集中力を与えると、はい、こういう状況になるんだと思います。あ、うん、もうそういう風に打ってますからね、我々は。ウェーブってあのライチョウって点打ちですもんね。点打ちじゃん、点で衝撃になるんで、一応これでも吸収してると思います。はい、じゃあこれ稲川先生のライチョウだったらさ、もう卵超えて、じゃあかぼちゃいく？かぼちゃあったよね、前回の動画でかぼちゃやったよ。かぼちゃ、ね、これにかぼちゃやってかぼちゃ破壊できたら、うん、それすごいよ。いやー、そうそう、かぼちゃか、ここにね、かぼちゃがこう来るわけですから、もうこっちですか、はい、もう一番、いや、そうですね、もうここですか、先生、この中心狙わせてください。一番硬いところを先生が狙って、僕も言ったもののカッチカチだからね、ちょっと硬いっすよね。これにさらにこれが加わるわけだからね、いや、二重っすもんね、二重だからね。だって先生、さっき僕がパンチ耐えれたのは面だったから耐えれたわけ。そうっすよね、これもう体積あるんで面じゃないですか。面みたいなもん、ちょっと硬そうだな、これは先生無理なんじゃないですか。ちょっと無理だったらごめん。はい、タクちゃん、はい、無茶振りしちゃってかぼちゃセットインできました、うん、できました。でやっぱりね、ちょっと足田に持ってもらおうと思ったんですけど、はい、結構先生本意気でやっぱ殴るみたいなんで、はい、私がそうじゃないと多分コンクリートと足田行っちゃうと思うんでじゃあ先生にやってもらおう。いただきますか。ちょっと緊張感走るね。はい、お願いします。
お見てください皆さん、かぼちゃに穴が開きましたちょっと待って、こんなかぼちゃ見たことないわ。粉々になるとかじゃなくて、やっぱ先生やっぱ天打ちですね。はい、真ん中だけなくなっちゃった。真ん中行くかなと思ったんですけど、ちょっと真ん中に一点だけ、うん、これ穴開きます。ちょ、太田ちゃん、はい、こっちでもやらせてもらっていい？ここか、ここっすね。よっしゃ、ちょっと行きますね。はい、かぼちゃがもう粉々になっております。いや、これ超衝撃吸収シート2枚重ねなんですけれど、かぼちゃ召されました。やっぱり超えてきたね、うん、いやこんだけかぼちゃの真ん中だけ破壊することってある？いやいやいや、これ超衝撃吸収シートなくても、うん、これかぼちゃだからね。いやでもね、やっぱ釣れました、うん、中心が、はい、これでこうむにゅって、むにゅはなるんですよね。なりました、なりました。ただよ、太田貫通したんだぜ、これがかぼちゃが。冒頭で、うん、この超衝撃吸収シートさえあれば、うんうん、達人のパンチいくら受けても大丈夫だって言いましたけれども、うん、やっぱ大丈夫じゃないわ。だからでも逆に、ここは守ったんじゃないですか、はい、ほら中心は守れた。中心は、うん、れうん、これ頭だとしたら、これ脳みそ破壊されてるわけですよね。いやいや、まあ、そうだから、うん、やばいでしょ。まだけ、だからアマゾンさんに言いたい、ああこれ座るだけに使った方がいい。確かに座布団で一緒に殴るものもないしね。タクチャンネル。いやちょっとね、すごかったね、やっぱり衝撃映像だったね、引いたわ、俺言葉失ったわ。そうだね、前回の時のストローも引くし、これも引くよね。いや引く引く引く。だから本当に映画のために、そうですね、芸術のために使ってる技で、はい、リアルにはね絶対そうですね、ウェーブはねやっちゃダメだということで、なんかね技術とかこういうのをこう真似してほしくはないですよね。はい、なんかこう映画にいつかたくさん見たく目指したいって方いると思うんですよ。いつかスタントマンっていうんですか、はい、とかアクションマンを目指してほしい、たくさん見たくなりたいっていう人たちのなんか訓練なイメージで映画の中で使うっていうんですけど、いや俺ら強いからっていう感じでは使ってほしくないんですよ。だから本当にこう僕今年から弟子を、はい、取るようにしようと。ほんと久々に翔太さんに一回問いかけてみます。そうですね、長口拓の弟子になりたい、希望の方いいですね。今年から入れようかなと。久々です。本当ですか。 4,5 年ぶりに弟子を取ろうかなと。メールあるんでありますね、はい、そこに送ってください。まあその文章一つでも分かりますからね、はい、ほとんど返信は一切しませんので、こちらになんか刺さったな、響いたなという方にちょっと会ってみようと、はい、ということでね、ウェーブという、はい、ものを、身体操作を、可視化しました、うん、はい、はい、まとめると、超衝撃吸収シートはウェーブは吸収しませんということでした。はい、このチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いいたします。チャンネルの方もね登録して、ぜひ、今年また新しいねチャレンジもたくさんしていくので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ウィーバー